はい、どうもこんにちは。ウキナーの関です。つうわけで今日もやっていきましょう、マインクラフト。まあ、今回ですね、まあ、気になってるのが、この辺り穴、こっちにも穴がある。この村ってさ、地下にいろいろ穴がありすぎるんで、今日はちょっと地下のこの穴、巻き潰しをしたり、ちょっと何があるか、確認してこようかと思います。つうわけで今日も一日、よろしくお願いします。さてと、ちょっとやるには、松明が、よくよく見たら20個しかないわけで、ちょっと作ろう。木材。あれ？木材結構ないな。あれ？まあいいや。作りすぎかな？まあいいや。作りすぎたけど。待ってさ、こっち入れて。よいしょ。ありすぎて困るもんじゃないしね。どっから行こうかな。こっちは少し見たんだよな。全然見てないのは、こっち、そしてこっち。とりあえずこっちから行ってみるかな。あ、行ってる、こっちは行ってるわ。行ってるけれど、完全に行ききってないってやつ。うん。こっちは行き止まり。はい、終わり。なんか嫌な音がする。いる。いるいるいる。えい。ちょっと待って。追いかけてきてる。これ、痛い。どこ行った？ねえ、ハードでやってるからさ。これだけでも結構、HP が減るのね。よいしょ。こことりあえず、石炭か。だけ、はい、どっちか。とりあえず上から。音がしてるよ。多分こっちだよ。どっちか。上から。やばい、思っていたより広い。ちょっと。あれ、まだ生きてる。よし。携帯の音がびっくりした。あ、こっちまだ下がる。こっちはとりあえずやめてくれ。さっきどっかに石炭があったっけ。あれ？あったっけ？石炭。どっからか音がするんですけど、thank you。
出てくれないみたいな、ありがとうです。この下ちょっと待って、広くない？こう、ちょっと舐めてたかもしれない。めっちゃこっち繋がってるし、怖くなってきた。
こっち。ここどうなってるんだ。あ、行ったわ。こことりあえず今やめとこう。あんまり下まで行くやつは避けてるんだけど、この分まだ違った。え？待て、モスパナ発見。やばい、ちょっと、あ、やった、倒した。やばい。どこから来たっけ。分かんなくなった。水があった方。トモスパナがあった方はあんまりいい加減だけど。この村の地下、結構広い洞窟があるっていうことが分かったっす。ひょっとしたら向こうのね、あの渓谷に繋がってるかもしれない。ちょっと、探検はまだまだ、装備がちゃんと整ってから、出直した方がいいっすよね。というわけで、まあ、今回はこの辺で一旦終わります。よかった。よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よいしょ、お疲れ様です。